まあね、暑さ寒さも彼岸まで言うてね、一雨ごとにね、もうなんか春めいたっていうか、この間から暑かったね。もうはい、キャベツの色もね、やっぱ違ってきたわ、違ってきたって違ってきたね。赤黒かった、なんか紫っぽいね、外側の葉っぱみたいな中心もやったけど、急にね、なんか新キャベツみたいな色になってきた。うん。で、まあ前回ね、九条ネギ、はい、分球っていうか、はい、分けて植えたやつ、ちょっとずつね、しっかりしてきたように思います。うん。まあね、こっちの方まで手つかずで、もう雨が降ったらまた、雑草がね、大犬のふぐりね。で、これ、もうだいぶ大きくなって、もう花が咲き出した、これ。早いなぁ、もうすぐ、あれやね、グリーンピースじゃない方、こっちが、スナックエンドの方ね。うん。だいたい、まあ、小学校ぐらい、背の高さかな、うん、ぐらいになってきた。うん。で、まあね、このヒヨドリもここ葉っぱばっかり食べるけど、中心だけね、これ茎ブロッコリー、とってもこれこうやってね収穫しようんやけど、これはい、湯がいたらね甘くて美味しいです。雨上がりでポキンとこうよいしょ、ここは食べへんからいいね。それからそら豆、花が咲き出しましたね。うん、かわいいね、このそら豆の花も。これ人参もね、間引きをしたらんかった。冬の間ほったらかし、これね。間引き今やっとんやけどね、草引きながら。これもね、葉っぱごとこれぐらいやったら、ちょっと軽くね、オリーブ油で炒めたらね、結構美味しいです。うん。まあそんな感じでね、春が少しずつやってきて、まあね、こうやって外食われながらでも、まあ収穫できるんです。あっちにもね、植えたりして、まあじゃがいもが芽が出たらね、じゃがいもを植えていきたいなって思ってます。はい、これが姫こぶしだったね、やったかな、姫こぶしだ。やっとこれ咲いてくれました。綺麗でしょ。これ今から春の花で、はい、玉ねぎの向こうが巻かへんかった方のね、白菜の菜の花ね、これちょっと塩茹でして食べようかな。でこっちがね、間のラボないやつが入って、のらぼう菜もね、これ美味しいんですよ。これね、ほうれん草よりね甘くて美味しい。こんな感じでポキンポキンと折ってね、食べて、またここからヒューッと上がっていくんです。これも結構ね美味しいです。白菜は白菜の甘さがあってね、うん、でものらぼう菜はのらぼう、虫つかへんしね、結構ねいいですよ。うん、いう感じでね、はい、自然の暮らし貧乏広場。あれ、キンポン広場のキンポンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。これもそうそう、これもね、この間うちからちょっとずつ通るんやけどね、はい、これ吹きの塔いうんかいね、わーいい香り。このぐらいの時に天ぷらするの一番やね、うん、これもね少しずつ春の風物詩ということでね、もういろんな食べ物が調達、できるようになってきましたということで、今日もよろしく。このボケも綺麗ね、これ咲き切ったら、うん、もうこれも咲き切った状態やけどね、うん、寄せ植えに使うとったやつ、うん、それをもう時間合わせたらこんなになってもて、うん、綺麗ね。ちょっと果樹もそうやけど、花もねちょっとずつ増やしていきたいなと思っています。うん、まあこっちの方に来たらほら、これぐらいの背丈にね、なってきてるんで、また今年バージョンのチャンネル登録お願いします。踊り、うん、またここで、新バージョンやってみようかなと思ってます。今年はまた新しいパンツ買ってね。デイチこんな感じです、こんな感じ、うん、だからこうピンポンよりちょっと高い2メーターのね、柵を、やって、今ちょうどこの辺りね、うん、だからここで、また踊りますわ、うん、ちょっとねなんかやばいけどね、今からこれぐらい、踊ります。はい、今度ね、あとこれね。はい、畑からね、枯れてまいりました。これはね、ちょっとまだ畑で、菜園でね、水洗いしただけなんで、もう一回これ、洗わんとあかんときれいにね。で、これが、吹きの塔ね。うん、吹きの塔。これもね、おひたしとかいろいろあるんやけど、天ぷらが一番好き。ここちょっと広げて、ここに片栗つけてね、小麦粉で。うん。これはまあ、後からまたしてもらおうかな。とりあえずね、キンポン担当は、この、
ブロッコリーね、茎ブロッコリーとこの野良ボーナとこのナッパ類、これをね茹でていきたいと思います。それしかできんねんけど。鍋があって、よいしょ、大きな鍋ね、大きな鍋、湯沸くやつ専用。ぼっちね、大勢おった時はね、あれなんよ、カレーでも、おでんでもね、これ使えるとき、もう二人だけになってもだでしょ。うん。そやからもう、あれなんです。こんな湯がく時しか使わへん。まあ、キンポおでん好きやから、これに冬になってごっつおでんしてもらうんやけど、でもね、だんだんもう、あれですわ、健康、練り繊維もね、体にいいことないしね、もうそういうのもだんだん控えるなってて、子供の時なんか、これまだウインナー入れてね、ウインナー入れてしようと思う。おでんにね、味変のなんか、はい、湯がくぐらいはね、キンポン専用でできるんですけど、まあ、2、3分かな、うん、いうことでね、湯がいていきたいと思う。どっちからさっき茹でようかな。これ、茹でようか、茹で汁どなしたらいいかな、一緒に茹でてもだるか、もう分けんなんもんね、これ逆目だったらいいんやけどね。まあ、これ、美味しいからね、ちょっと一緒に見てくださいね。ちょっと枠もうちょっとだけ待ってもらって、はい。全然余談ないけど、これアボカドの中身ね、これもうこれからの時期ちょっとこう切れ目入れといたらね、また芽が出てきてね、ね、水差しってね、したらね、これまた観葉植物になってくれるんで、これこっち側にもね、大根畑で採れた大根、うん、こらしてね、こう差しとんやけどね、なんかこう糖が上がってきて、これもなんか菜の花が咲きとんやけど、これこれもなんやかんステンとね、おかしいことしたんやけど、これビューンビューンとこうなったんやけど、これほら、これ菜の花。これあれなんちゃう、食べられるかもわからんけど、菜の花種取ってもかもへんけど、はい、そのこういううちにね、出てきました、湧いてきました。これね、これもうこのぐらいの柔らかさでね、結構柔らかく食べられます、うん、食べられます。これこのままさ、もうこれあるためにね、入れてきます。あわあわとなってきたから、一切合戦だと思う。大根ね。よいしょ。もう一緒にしてもらおうかな、これはな。これはもう色でわかると思う。うん、はい、いうことで、中ちょっと見てもらおうかな。ちょっとね、彩りで黄色い花がね、入っててもね、いい感じだね。キンポがね、茹でたらね、柔らかにしてしまうからね、いつも言われるんや、柔らかすぎ、それ。もう柔らかいの結構好きなんやもんって言うんやけどね。はい、こういう感じね。もうちょっとグツグツ言うまで。ええ感じになってたね。そしたらまあ軽くね、ちょっとこう。塩茹で。よいしょ。もう春の野菜は柔らかいのは、柔らかなの早い。うん。小松菜とかはね、ちょっと硬かったからちょっと多めに時間かかるけどね、この菜の花系はほんまに早いですわ、うん、もうね、うん、よっしゃ、この硬そうなとこ、あ、うん、うんうんうん、もうええわ、もういいです。まあこれでひとまず置いといて、で今度こっちやね、このまま、もう一回続きでこのままいきますわ、これぐらいでいいやな、はい、第2弾湯がき屋さん、湯がき屋さんです。ちょっと沸騰するまで、これ冷めるまでね、まあ、ええ感じになってきたわ、うん、美味しい。はい、もうこれ冷めるのちょっと待っとってね、続いてこれね、これも同じように、はい、同じことを繰り返しない、あ、じゃあ終わり、これもまた綺麗な色になるような、うん、ちょっと湯が少なかったかもな、じゃあお塩ちょっと入れる、うん、同じように、ええ色になって、今日ちょっと見てもらおう、
色ですわね。もう茎横から取ってもまた出てくる。葉っぱの方いらんからね。ひよどりちゃんが食べてくれとうけど、まあこれこんなんが取れるんやったらええやんねこれ、うん、はい。だいぶ冷めてきたね。ちょっと熱いけど、もうちょっと、うん、ごっつい絞るからもう水気あらへんやんって言われて、女の人が握るぐらいでええでってね、なんやかんや言われてね。あ、こっちも、あ、こっちもあれや、なってまいよう。これもちょっとかじってみようか。もうついてもちょっと、あ、うん、うん、もういいや。はい、ありがとうございます。ガスさん、ありがとうございます、うん、よし、ええ感じやね、うん、はい、だいたいね花の位置が綺麗なように向き替えだけしようかな。なんかほんまにお得の手料理やな。揃えといた方が綺麗かな、ね、この2本がね、のらぼうな。これが今からなんぼでも取れるんだけど、ね、ちょっと色が濃いんだけど、でも茎までこれ柔らかいよこれね、うん、でこれが、白菜のね、菜の花です。はい、ほんならね、だいたいね、もうあのこれだけちょっと色違うから、これちょっと色違うから別にとこう。これはもうほんまに全部食べるんやけど、食べやすいよ、完全にとっていいとこ。このぐらいの感じや感度やったらええんちゃいますか、うん、これね、うん、あと調理してもらうのにね、置いといた数日間、うん、冷蔵庫で、また買い物にしたい。そのままでもええと思うのに、金庫の場合も、うん、でちょっと、はい、こんな感じ。これは金庫のお口の中に中から入れていきます。これはもう何もやめいらう必要がないからね、これはね、これはもうこれはまあ、うん、でね、そしてあとね、調理してもらったやつに添え付けをして、まあこれにまあ味噌やごまや何やかんや言うのはね、それからなんですよ。ここだけしといたらね、うん、まあ夫婦2人だけやったら、はい、できてます。いうことで、はい、これは完成。はい、続いてね、人参なんですけどね、人参はね、このぐらいの人参やったら皮もね、これなんて言うたらいい、ヘチマのね、ヘチマたわし、うん、結構よう取れるんですよ、これ。それこんな感じでね、こんな感じでこう洗って、それがちょっと面倒なんやけどね、うん、ベビーの人参ね、もうこれってね、これぐらいだったらこのまま食べても美味しいんですよ、うん、の、うん、うん、うん、葉っぱもね、何口から出しちゃうんですか、これ。こういう感じでね、ちょっと土とか、こういうね、お逃げになっとるやつ。それだけこう、ちょっと鍋に水つけといて洗ったら、水道代もったいなくていいんやけど、今ちょっと見てもらいようかなね。うん。入れとんやけど、水道出しっぱなしにしてんやけど。ほんま、綺麗な水つけてね、出して。ちょっと手間やけどね。いや、無農薬野菜だともうそんな感じですわ。うん。ずっと手際よく、まあちょっと水につけてつけてからしよう、水がもったいないから。ほんまは水つけといてこの中でね、止めといてね、これ入れていくんやけど、まあちょっと気長にやります。はい、まあね、こなして後からね、調理する人は調理する分だけまだ時間がかかるようやろう思ってね、うん、なんでもね、できることがあったらね、こなしてね、うん、ぼちぼち。まあ、これを畑でね、できるときはしたりしようんやけどね。うん、今日は、雨が降っとったでしょ。うん、それで、もうこのままね、収穫して帰ってきてね、しようんです。世間はまあ、祈願の
入りでね、お墓参り行ったり、せなあかん時は来たんだけど、雨やね。うん。何にも趣味がないからね、パチンコもせえへんし、ゴルフもせえへんしね。チューハイ飲むだけ、趣味。まあ、ね、うん、まあ、こういう感じで、はい、一通りね、結構あるでしょ、ほら。ねえ、うん、間引きこれ。うん、よいしょ。終わった。じゃあ次はさ、うん、そしたら引き続き茹で作業に入らせていただきます。これがね、浸かるぐらいの、うん、さあ、これ頑張ろう。よし、これもね、用途用途これぐらいやったら食べてまう思うんやけどね、さっきのやつの。もしあんまり予算取れ出したら、これ、ジブロックに入れてね、冷凍して、また夏ぐらいにノラボーナとかね、ナッパ、それ、解凍したらね、美味しい食べられるんです。うん。はい。もう茹で屋さんしとったらだんだん飽きていくから。まだ種植えるもね、ちょっとまだ早いですよね。よんこちゃん。ちょっと早いけど。早いけど、いただきますわ。ぼーっとなっとる。まだね、日がなくなったね、5時になるの。うん。冬やったらもう5時ね、もうこなして、お疲れさんでした、しょったんやけど。うん。まぁ、ちょっと薄めにしとくわ。これぐらいにしといて。冷水しちゃうと普通の水やけど。はい。ということでね、薄いなりにね、シュワシュワのギーです。いただきます。さっき飲んでます。ちょっとね、お塩を足してね、湯がいただけで、天然、自然栽培のやつ入れたらね、無農薬、無化学肥料でしょ。味がね、ものすごい多いんですよ。何を取ってしてもそうなんやけどね。なんかほんまのこと言うと味付けせんでも、もうほんまに美味しいなと感じることがあるんやんね。うん、もう、やっとってる人はね、そうそう言うて、うん、思ってやと思うんやけど。だからまあ、これを、どんな風にあと調理していくか言うてね、洋風にしよう思ったら、やっぱり、マヨネーズやツナや、またオリーブオイルとかね、いろんなまあ、香辛料とか調味料をね、使った味付けをしていきよったら、いろんな料理に変わっていくもんでね、うん、それを要はまあ、嫁さんの方がしてくれるんやけど、こっちはまあ、食べる専門なんやけどね。だけどまあ、買うてきた、買うてきた野菜、買ってきた野菜ね、に比べたら、もう香りに勢いがあるって言うたわけんかな。うん。そんな感じしますわ。うん。あわあわってなっちゃったけど。うん。今日もこれ3回目湯がいて、時間があったらね、これまでしてみたいな思うんやけどね。うん。気分次第。そうそう。なんやかんや、これ、トマトの瓶詰めもね、もう夏までに使ってしまうとあかんねんけどね、まだ何本かあって、開けといて言われとうから、ちょっともう蓋開けるようにしとんですけどね。これ何やったっけこれ、ほら。レイか。あ、アイコや。アイコ。ちょ、端半分。端半分。こっちの端使わんかいな。これ。これね。うん。うん。このまま食べても美味しいんやけどね。これを、こういうのと、こうトッピングしてね。うん。いろいろまあ作ってもらえんけど、ね、女の人そんな得意やからね。あ、うん、よう喋るでしょ、なんやかに。なんやかんや夫婦で話しとってもね、なんやかんやしょうもない話してね、2時間や3時間すぐ経つんですわ。気がついたらもう9時やら10時やなって、もう家もそんな時間あいて、はい、お風呂入らなあかんねん、みたいなね。さらっとね、湯がいていきます。それはまあ雑貨屋さんをね、営業しとうとき、うん、お客さんにあそこに来てもらうときは、コーヒー飲んでもらうとお酒やなしにね、コーヒー飲んでもらったんやけど、コーヒー飲んでもろって、こんな時間ぐらい、3時ぐらいにね、ランチ動画食べに行った帰りによう寄ってくれよってあったんやけどね、貧乏の話しよったらすぐ時間経っておいてね、5時ぐらいになって、いやいや、5時帰らなあかんわ、言うてね。まあ何も買わんと、帰る人は、
あの、なくなったけどね、コーヒー出してくれました。なんか悪いな思ってね。なんかあの、ちょこちょこっと、慌てて買い物して帰ってくれよったったけど。前のテナントの時は、ようランチのね、あの、帰りにあの、よく雑貨屋さんに行こう言うて、女の人4、5人ぐらいね、固まって、ね、入って、わしゃわしゃ、あ、かわいいわ、いや、これいいわ、言うてね。うん。よう今日たったんやけど、あ、お迎え行かなあかん時間やわ、あ、もうあの、バンバンせなあかんわ、言うてね。あの、さささーっとね、集団の女の人が結構ね、そういうとこ、あの、平気でやってやね。平気で、今してないから何言うてもいいんだけど。いや、いつの間にか俺はそろーっとドア開けて帰ってる人もってやね。まあまだなかった、その時はもうあの、いろんな人間の生き方が見えてくるからね。うん。塩入れるの、塩。ちょっとこれ、何があるか、ちょっとこれぐらい。ちょっと多め。うん。ナッパのやつはね、味ごっつい死んでしまうから、あんまり量が入れたらな、うん。さあ、これもね、何分か、ちょっと塩湯でしといたらね、もう、ええんですわ。それでまた、冷ましてね、うん。どうぞ、ご覧ください。はい。このね、葉っぱもね、結構栄養価高いんですよ。うん。もう、あんま、養蚕取れ出したらこれもね、天日干ししてね、うん。で、なんて言ったんや、香辛料、うん、に使ったりできます。結構ね、この葉っぱ系もね、なかなか葉っぱなんか売ってないからね。このベビーちゃんはね、炒めてもええし、サラダにしてもええし、どんな使い方でもできる。ブツブツブツ。ブツブツ。どんな感じやろ？ちょっと。うん。ちょっと芯が、外はや甘い。うん、もういいわ。もういいよ。はい、できました。はい、あとはね、このまま置いといてもいいんやけど、調理しやすいようにね、ここ、人参の部分とこの茎っていうか、これちょっとどなたパーでもいいんやけど、人参だけにこう入れといたらね、あと調理を料理に合わせてするのが大変楽に、こんな感じ。ええ感じでしょ？ほら。うん。もう、これ、このまま食べても美味しいんやけどね。うん。で、ちょっとね、汚い葉っぱと、綺麗なところと、ここでまあ、見極めつけながら、うん。こんな感じでね、一つ一つ、やっていきます。まあ、どんな料理になるかはわからへん。これもまあ、このまま使えるんやったら使ったらいいんやけどね、大きい場合はね、またこれをね、半分にこうしたら薄なるでしょ。こんな感じ。まあそこまでせえへんけどね。調理するときなんかそんな感じで出てきてますわ。で、この葉っぱの部分ね。うん。葉っぱの部分は炒めてもええし、おひたしにしてもええし、みたいな感じで。まあ、こんな感じかな。うん。あ、そうそう。それで、この入れ物で思い出した。冷蔵庫。この間ね、有機豆腐作ったんでしょ。前の動画見てくれとってんでしょ。これ、王さん買うてきたん、この間ね、美味しかったから。うん。これで、前はね、お椀でしょったんやね。お椀で。前はね、このお椀でしょったんやけど、これでしょったら耐熱ちゃうし、電池あんまりことないよって言われて。ほんで、これ、100均で売っとるやつね。これ2つ糸押し、これ。こんな感じ。ほんならね、これ豆腐みたいなのある。これ、おぼろ豆腐的にしとんやけどね、これ。あとネギ切ってかけてね、お塩かけて食べるだけなんやけど、これをね、毎日これ、2つずつ、やっとんです。ちょっとね、話横道それたんやけど、うん、まあ、いわゆる、そんな感じです。そんな生活です。はい。一つ一つね、はい、こんな感じ。地道なことなんやけどね。うん。それでもしとったら、やっぱり、楽ですよ。ほんまに野菜買いに行かんでも、いろんな、もんがね、口に入るようになって。まあね、肉と魚は買わなしょうがないからね。肉と魚は買って買いに行ってもらってますけどさ。うん。はい。どっち入れようね。反対やろ。あ、そうそう、忘れとった。これ。水切りするの忘れとったやんか、話に夢中になって。もう飲みながらしたらあかんな。そう。そう、葉っぱのとこね、ちょっと水だけ、お汁出てくるからね。水だけ切っとったらんと。
まあ、冷凍するにしても、何にするんでもね、水切りだけしてで、こう揃えていっといたらね、あと、何でもできるからさ。美味しい、このまま食べても美味しいやけどね、軽く塩が入っとうから、うん、よいしょ。はい、こんな感じで出来上がりました。どうぞご覧ください。はい、順番にね、これが白菜の菜の花、それから、茎ブロッコリー、それから間引き、人参とその、葉っぱですね、こんな感じで、タッパーで、仕上げていきました。まあね、これはまあ2、3日中に全部調理をして食べられるんですけれども、もっともっと保存 しようかなと思ったら、ジフログに入れてね、冷凍して、いけば大丈夫だと思っています。はい。はい、ちょっとね、おつまみで、ご飯物はね、ちょっと飲んでからね、また食べる家なんです。で、まあちょっと継ぎ足しで、はい。シュワシュワの木ですね。いつものね。で、まあね、これはいつもの、毎日食べてるね、豆腐と、それから、これは、鶏胸肉の、おろし、ニンニク、何やろね、おろしニンニクなんかで言ってくれてたな。うん。さっきちょっとぼちぼち飲むんやけどね。で、これ、まあ、3セットね。で、今ね、ちょっとこれ、うちの家で我が家で流行ってるのが、これ。おろし人参ドレッシングのやつ。うん。ね、酢がね、レシピがね、酢が 80g、油が 100g、砂糖大さじ3、塩、小1、小さじ1、醤油 20g、ガーリックパウダー少々、人参すりおろし2分の1本、いうやつ。うん。これ、うん。これをね、かけて食べます。よいしょ。はい。これが、今、我が家で流行るおろし人参ドレッシングでした。でね、これは、いつもキンポン特製の、普通のね、本醸造醤油に浮いてるのがね、これ、ニンニク。うん、ニンニクが5、6個。5、6個というか5、6辺かけ入ってて。で、昆布が突き刺さってるんです、中にね。この中から昆布をね、ぎゅーっとこう、入れてるんですよね。これ、ちょっとね、違うレモンスレーブ、ちょっと見てもらおうかなと思って、持ってきたんです。この醤油もね、こういうおぼろ豆腐に、わー、ニンニクの匂いして、してきた。ちょこちょこっとかけます。はい。で、あと、またこれ、マヨネーズなんですが、マヨネーズなんかでもね、好みに応じて、ここで。かかりすぎて。ちっちゃいレモンで持ってたよかった。はい。いただこうかな。いただきます。いただきます。いただきます。もう飲んどうやろって。そうなんですけどね。はい。ということでね、いただきます。なんか、あれやな。よかったね。この、はい。菜の花、白菜の菜の花。うん。うん。なかなかいける。これはね、もう本当に、さっきの、この、ドレッシングでもいいし、マヨネーズでもいいし、何でもいいしね。で、これはね、結構、生でもね、うん。もうこれ、炒めるときはね、またこう、切って炒めてもいいと思うんですけど、甘い。甘いです。うん。うん。この葉っぱもね、うさぎかみたいな。うん。これ醤油つけてもいいかもしれないね。うん。で、これが、茎ブロッコリーです。これはまあ、ごく一般的なこういう食べ方やね。うん。お酒なって。この、鶏の胸肉のね、生姜、ニンニク、炒め、うん。よく合いますよ。うん。まあね、今日はちょっと雨で、自宅の方でゆっくりさせてもらってるんで、早いこと、一杯やらせてもらってますけど。鶏胸肉って柔らかいね。まあ一緒にね、こう炒めて調理するのに使ってもいいけど、食べながらするのね。いろいろ小分けして、見てもらった方が美味しいかなと思ってね。うん、この、おぼろ豆腐もね、結構、良かったですよ。これね。うん。
ということでね、最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。まあ、たまにね、キンパンも、クッキングするようにね、していってるんですよ。自分で作った食べ物を調理するのも面白いですしね。そんな感じで、最後まで、2回目のご視聴いただきありがとうございました。ほな、またチャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル